もちろん生まれつきの才能というのはこの世界でやるには必要だと思います。ただもう一つ重要なことは、自分の中で限界が見えた時にもう少し頑張れたかどうか、人よりも何倍も頑張るとかっていうことは実は人にはできることではないですけれども、自分の中でもう少しだけ頑張ること、それを重ねていくことっていうのはすごく大事な気がしていて、それを自分なりに重ねてきたという自負はあります。I always tell people there's probably nobody on earth that takes more swings than him. First day of spring training till the season's over, there's no days off. Every off day, we come to the ballpark, throw, hit, run. So for me, coming to the field ever since the first day of spring training, it's an everyday thing.He'll take probably about 3 days after the season, and come back to the stadium for about a month, and we work out every day and do the same routine. 準備をするっていうのは、その日一日が終わった時に後悔しない、その言い訳の材料を作らない、一日終わった時に、ああ今日はあれをやらなかったなとか、これをやっておけばよかったなとか、そういうことを一日終わった時に思いたくないので、後悔しないためのものであるというふうに言えると思います。おそらくいい思い出で一番いい思い出ができるのは、僕が野球をやめた後じゃないかなというふうに思っています。今は昨日できなかったことが一番悔しい思い出として思っています。 What people will be surprised about the most is just how funny he is and how outgoing he is. You don't get to see that on the field much, I think. The fans don't get to see that side of himbecause he is such a professional and you don't see that many emotions out of him on the field. He's really just a fun guy to be around. Show me what you got, Nemo. See the man. 実はバッティングのアプローチというのはここで始まるわけではなくて、もうダグアウトにいるとき、もっと言えばダグアウトの裏にいるとき、体で感じて体がそれを決める、打つかどうかを決めるという世界なんですね。実はという定義によりますし、僕はじゃあ成功したかどうか僕自身は分かりません。これは人が決めることなので、人が成功といえば成功となるし、僕が成功したって言っても人がそうじゃなかったら、そう言わなかったらそうならないものだから、僕はそもそも成功というその概念が好きではないんですね。趣味でやってるものではないので、純粋に楽しいというふうには言えないかもしれないです。まあ言えないと言えると思います。ただ自分が一番情熱を捧げられるものに対して向き合うことができる、それ以外のことだったら、もし壁にぶち当たったらそこで引き返してしまったり、その壁を越えようとしないと思いますけど、野球だけでそれが僕はできると思っています。自分の限界を見極めることができる唯一の手段だと思います。